競技の種類も多いし、それからその障害のレベルによってまた細かく分かれているんですよね。でぜひ皆さん体験してください。今日もこの後もぜひお楽しみいただいて、どんなにね大変なのか、それと同時にどんなに楽しいか体験していただきたい。そして体験していただきましたら、このパラスポーツパスポートというところにハンコを押してもらえます。私これまで11の種目に挑戦しましたので、今のゴールボールで、はい、12になって、12になりましたよ。この後2つぐらいちょっとチャレンジしようかなと思ってます。はい、というのでこうやってパスポートにですね、一つ一つハンコをしてもらうと達成感もあるし、応援のしがいもこれでガンと上がってくるというものであります。多摩でもそれから島々でもこれやっておりますので、オール東京でやっておりますので、ぜひ試してみてください。楽しんでみてください。よろしくお願いいたします。はい、そう5つでこのスタンプが集まりますと、このケースもらえます。はい、で10個集めたら、どうしようかな、考えときます。お新しいスタンプで、それで全部が集まったら小池知事なんかさらに、2020年パラリンピックの大会を楽しめる当たり前かもしれませんけど、でもね、参加してくださいよ。そうですね、本当本当楽しいですよ。そして応援しましょう。はい、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。増えてるのでね、嬉しいです。いや、これはでも楽しみがありますからね。はい、ただ何かこうたくさん集めるとまだ何かあるかもしれませんね。あの感じだとちょっと期待していただいた気もします。期待しましょう。さあ、それではこれより陸上競技のエキシビションを行ってまいりたいと思います。佐藤選手、そして池田選手、どうぞこちらにお願いいたします。はい、どうぞ。ぜひ伺っていきたいと思うんですけれども、はい、ぜひ皆さんにその陸上の魅力とこんなところを見てくださいというのがあれば。そうですね、パラリンピックの、陸上競技 の, パラリンピックの中でももしかしたら花形の一つなのかなと思いますし、僕みたいに足のない人とか、花子さんのように車椅子の人とか、目の見えない人とか、いろんな障害の人がミックスになっていますので、その中でですね、本当に多くの人が参加できる、種目なのかなと思いますね。何か思い出とかエピソードありますか？そうですね、ロンドンとリオ大会で2回に、参加させてもらったんですけども、やっぱり、リオの大会では 4×100m リレーで、銅メダル取れたので、やっぱり日本チームで取れたメダルがすごい、嬉しいですし、思い出に残ってますね。池田選手、いかがですか？自分のここを見てくれっていうのがあるのでぜひ。はい、せっかくこの舞台で走らせていただくので、実際に走っている風を皆さんにも感じてもらえればなと思います。いやー、今詩人だな。詩人やな、思いましたね、今のセリフでね。素敵ですね。しびれちゃいました。しびれましたね、今。今後の目標とかありますか？そうですね、あと2年迫った2020年東京パラリンピックに向けて、残された時間の中で自分なりに最高の準備をして、実際に、2020年の舞台で最高のパフォーマンスをできるようにしていきたいと思いますので、応援お願いします。はい、ありがとうございます。さあ、花岡さんは、2012年のワールドパラリンピックで優勝されていますけど、今のお二人。そうですね、僕もメダルに届かなかったんですけれども、実はリオで銅メダルを獲得した 4×100m リレーが2020年東京では実は実施されないんですよ。で、そのあたりの気持ちはどうなのっていうのをさっき聞いたら、いや関係ないですと、自分自身を超えていくだけですっていうセリフが返ってきて、キュッとしましたね。ではお二人にはメインコートに向かって伸びるこのレーンですね。この景色もすごいですよね。どちらが速いか勝負していただきます。さあ、それでは、ここは小池知事と花岡さんにも、ね、間近でこうお二人の走りを見ていただきたいんですけれども、選手の2人と松木さんは、ではスタート地点に、スタート地点でちょっとスターターを大丈夫
事ですよ、吉田さん。大事ですね。大丈夫かな。フライングは1回でしか失格ですから。はい、すいません。ではよろしくお願いします。歩くのが早いですよね。そうなんです。ずっとついていく、あとついていく時はね、このマットに飛び込んで、そうですね、そうするんですよね。実は義足で止まるって結構難しいんですよ。なのでもう勢いがついてるんで、そのままマットに飛び込んでいこうですね。はい、昨日あのスピードがあるのもね、拝見しましたね。今日この2人のエースということでね。いやはい、さあこちらはですね、今準備を整えております。今ブレードですか、これブレードをつけ始めたということで、ご自身のブレードをチェックしながら、めっちゃ速そう。これは花岡さん、それぞれやっぱ特徴とかいろいろこだわりがあるんですか？そうですね、バネの強さが人それぞれ違ってたりしますね。強いバネを使いこなすには当然筋力がいりますので、はい、まあ、速い選手はそれだけ高いバネを使うと思います。なるほど、もう皆さん本当一瞬なんでね、応援している方はちょっと手とか出すと危ないのでね、ご協力いただければと思います。そうですね、はい。そしてマットがね、また出てまいりましたね。これもうトップスピードでこのスタートから行くということで、本当に一瞬なんでね、皆さん瞬きしてる暇ないですよ ね、 すね、これね、昨日驚きましたけれども、はい、だんだんこう緊張感高まってきましたね。そうですか、いやいやいや、高まってきましたよ。そうですか、それでは松木さん、はい、お願いいたします。よろしいでしょうか、二人ともよろしければ用意スタートでいきますので、よろしいですか。用意それでは、あ、今、測ってる。あ、松木さん、